チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏もものガーリックレモンステーキとフライドポテトとフルーチェ、でいただきますということで、今日のあっちゃんの晩ご飯食べていきましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏もものガーリックレモンステーキいただきます。ちょっとつけなさい、かぶりつくわ。うまっ、うん、本気喋ってる、何言うの、自分でも分からないんだ。今日はね、朝からね、いろいろ嫌なことで、まあ、案件動画があってね、案件動画しか撮りたい。で、まあね、いろいろやらないこと、あっちゃんガーデンとか、やって、で、今日の動画は作ってね、昨日作ってなかったね。昨日めっちゃしんどかったしね。頭ゴーンとつけていたかったから何もできへんかった。で、今日はまあ早くうまくこなしたよ。昼前から模型作りに入って、昼から模型作って、何時までしてたかな、6時ぐらいまで模型作ってた。作ってたりでもね、裏感ペフォルマンテと冷戦冷式環状線の時だけやね、やったね。でも俺がね、いかんこ色もね塗ったし、結構時間かかる。ペフォルマンテがすごい時間かかるな、かかったって時間かけた、ってるかな。さっき上がってると思うけど、 ASMR 用にね、一つの模型を買って、で、この撮影がね、多分あの今日か明日ぐらいにはできないなと思ってるけど、なかなかね、分からない。暑いな、もう夜になって、もう8時過ぎてんのに暑い、エアコン止められへん、たまらんな、これ。0.5 度下げただけで全然違う、風が心地よくなった。 0.5 度大きいね。もうそろそろ窓開けてもほんと涼しいかなと思うんだけど、書いたらね、エアコンの風が入ってると ASMR ちゃんと雑音が入るんだ。まあ ASMR の間はエアコン止めた方がいいかなって。まあ話死んでまうからね、エアコン入れてもいいかな、扇風機でも止めた方がいいよね。すごい豪雨じゃん。横にこの部屋前でエアコンの冷気を飛ばしてるの、家中冷やしたら、
っちは暑いからね。電気代無駄かもわからんけど。海のり、カニの風味がね、あ、今日言ったのか、サワガニの味噌汁だけど、ほんのりカニの風味です。ちょっとカニの風味が弱いな。今回のね、あの成功ガニは結構出汁出たけど、なんかサワガニ売っとったからね、買ってきて、ね、うん、に来て裏チャンネル動かし出してね、ちょっとね、妹が亡くなってからなかなかサブちゃん、両国家さんのサブね、メインチャンネルやるのね、一緒やけどね、まあ仕事やからやってきたけど、もうゲイちゃんは全然止まっちゃって、裏ちゃんもあんまり動かしなかったなんかね、もうショックもあったし、これだけじゃないけど、なんかできへんかった。でもこっち来てちょっとずつちょっとずつやっていこうと思ってね、裏ちゃんを動かすようにしてんのよ。裏チャンネルはもう、まあ、模型とか趣味に特化したチャンネルと思って、でこっちでやり始めたのがトラクターとメルセデスで、レーシック患者するとき、まあ何日だったやろ、多分ね、もう1ヶ月ぐらい経つかな、まあ、その中裏、うん、最初の頃はバタバタじゃなくてプラモデルどころじゃなかったけど、中ぐらいからちょっとやりだして約1ヶ月経って、完成がまだ見えてこない。一番最初に始めたのが、あ、でも1台完成したね、 FD RXF1 台完成したね。で、まあね、だん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 こうやることがハードになってきて、でトラクターがね、思った以上にややこしい、部品がなんか分かりない。で、メルセデスは結構細かい。楽しくてね。レーシック環状前頭器は結構部品点数も少ないから早めに完成するかなとは思うんだけどね。うん。塗装はあんまり出てくかな。いや、それとセリカやね、まだライブ第1回だから、この動画がどういうぐらいなのかな、だから今日の夜になるのかな、多分ね。あるけど、やることやるしかないし、頑張っていくしかない。いつまでもダラダラね、しててもしゃないし、いつまでもくよくよ泣いててもしゃないし、一個一個前に出ていかな。
きていくためには仕事もしゃべるし、気付けんとね、怪我はするし、まあね、大きな怪我じゃなくて、まだ昆布じゃん、ダンゴムできてるのみたいで、でもそれぐらいですね、よかったなと。ざっくり消えたらもうね、頭の裏になるし、救急搬送になるかもわからないし、脳震盪起こしちゃったらね、救急搬送でね、脳の中でね出血してたらまずは入院になるし、もしかしたら手術なんか、それぐらい激しくぶつけて思いっきり立ち上がってゴッツンってやったからね自分の屈伸力 100% 伸びてゴツンってぶつけたからね、めちゃくちゃ痛かったよ、もう火から目出て犬の前キラ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 ってやって誰かスパチャしたんかなって、キラキラーンってやった、びっくりした。ね、あまりの痛さとね、どくささとね、情けなさ、涙でだってね、一人でやっとって、一人で怪我して、一人でやっとって、情けなさでな、つぶれてた。なんか持ってくれたからね、もう今日しょっちゅうつながって、ちょっとね、落ち着いた、山に乗り、話し相手が回ってくれたから、落ち着いたけどね。エナジードリンク2回飲んだけど、効かへんかって夜寝てもたの、多分寝たの3時半、うん、今日は8時40分か、5時30分か、うん、疲れ溜まってんねんな、はい、6月でこの暑さは夏が怖いわ。今度はね結構涼しいな、鶏皮がパリッて焼けてね、うんとレモンが効いてて、うん、塩味ちょっと強いめやから、ね、めっちゃうまい、うん、鶏の中に出たエキスを戻しながら焼いてるからヒューヒューうまいね。こうやってナポリタン好きじゃん、うん、昔の食べてたかな、
懐かしい感じして美味しいわ。うん、1日プラモデルしたら疲れるね。目が疲れる。あの拡大鏡かけてるから。まあ脳出血のなんかも悪いからね。目の疲れがひどい。出しちゃうかね。食べられんことはないけど。カニさんの爪が。あ、美味しいね。今回ね、フルーツケーキを食べて。久々にフルーチ美味しいね。もうなんでフルーチをゆっくり食べながら、今日はちょっと晩ご飯の辺で終わりにしようと思います。今日もちょっとね、まあ、ライブちょっとしようかな。今日はネット回線どうかな。まあ昨日みたいなことはなかったらいいんだけどね。ネット回線は元気なことを祈ってライブしましょう。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯の辺で終わりにしようと思います。ごちそうさまでした。今何時？ライブの告知するわ。じゃあまたね、バイバイ。今日のあんちゃんの晩ご飯良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。一日プラモデルで疲れたあんちゃんでした。